尊敬ですよね、もはやいろんなものを超えて。いや、正直こっちの方が全然面白いと思うけどな。やっぱこのゲームの良さの一つとして、寂しくないっていうのがありますよね。無駄がないんですよね。とことん遊べるっていう感じ。今回はずっと褒めてる。さて、それでは今回もパルワールでやっていきたいと思います。なんか、大人なのにめちゃくちゃハマりました。見てください、この光景。これ今採掘してくれてるんですけど、今までポケモンとかでめちゃくちゃ、やり込んで厳選してとかしてたんですけど、厳選してる意味ってあんまりなかったんですよね。その、レイドバトルに勝つとか、マスター隊を目指すとか、対人戦でっていうための厳選ではあったんですけど、このパルワールドの厳選って面白くて、その、ここで言うと、彼らが、この、これなんていうんだ、金属。鉄鉱石を掘り出してくれてるんですけど、この子たちの能力を厳選したら、当然その分、今当たり前のこと言おうとしてるんですけど、仕事が早くなるんですよね。で、今見てんのが、社畜っていう能力があって、作業速度が 30% アップ。これめちゃくちゃアップですよね。30% アップなんで、30% アップがあって、そして、同じく、真面目って何かな？これ真面目で 20% アップ？真面目で 20% アップで夜行性っていうのもあるんですよ。夜になっても眠らず働き続けるっていうのがあって。で、コンデンサーは何？関係なしか。対人戦、対人というか対モンスター戦ですよね。夜行性、真面目、それから、あとちょっと持ってないんですけど、職人気質っていうのが、さらに 30% アップとかになるので、それを全部積み合わせたモンスターっていうのができたら、この作業効率って、ちょっと極端やけど倍ぐらいのスピードでどんどん削り出してくれる。そうすると、鉄鉱石がどんどん掘れる。そしたら金属がいっぱい出せるから、そっから玉がたくさん作れるとか。この金属のインゴットがもう全然たまらないんです。でもめっちゃいるのね。ちょっとなんか一挙に喋ってしまったけども。厳選が楽しい。そして、厳選で言うと、前回、言っておりました。こちら、もう名前も最速カバネドリにしましたが、出た。無限のスタミナ。これでスタミナ 50% アップですね。で、迅速でスピード、移動速度 30% アップ。で、走るのが得意で 20% アップ。そしてこの素足こいで、10% アップということで、プラス 60% アップの速度で、しかも体力のあるカバネドリ。これ、めっちゃ早いっす。ただカバネドリ自体がそのまだまだ上位の、パルがいるらしいので、その辺が出だした、なんか焦げてるな、あいつ。早いし、しかも、スタミナもなかなか減らないんで、減りそうに見えて減らないんですよね。そこもまたいいから、結果ね、ちょっとマップ見ていただきたいんですけど、レベル28にして、大体解放できたと。でも大体ではないらしい。これね、怖いです。上まだまだあんの、ほら。もうわからんぐらいあるんですよ。でも、楽しいです。あ、商人おった！あいつ探してたんや。探しててん。まだおったんやん。よかった。ちょっと、商人探しに行くのがあまりにめんどくさくて、売りたかったんよ。この毛皮、貴重な獣の毛、なんていうの12,500円分と、それから、ダイヤ、ルビーか。ルビー安いんやな。一旦ちょっとこれ売らせてもらいまして、で、もうめんどくさいから、ハンドガンの弾、もう欲しいね、これ。
まとめて買ってしまいたい。いくらぐらいすんの？高い。ハンドガンが使いやすくて、当たり前のように普通のゲームやったらあるけど、この世界ハンドガンなかったから感動してます。いや面白いわ。ずっとやってまう大人やのに。彼らの厳選が全然できてないんで、彼らをちょっと捕まえつつ厳選していこうかな。あとお前立ちながら休憩すんのかな。なんかちょっとかっこいいな。そう、あと見てほしいのが、見てこれ、製造ラインできた。ほら、ここで素材があれば、あ、金のインゴットあるのにな。ほら、製造ライン。後ろに電気通して、これもあの電気を出すポケモンって言ってる、パルを使って、やると。いや、正直こっちの方が全然面白いと思うけどな。その、育てた貝があるんで、それぞれね、特徴があるから、これ用の、パルっていうことで育てていけるし、厳選できるから、見つけた時の感動がすごいですよ。うわ、職人肌や、とか。見に行ってみよっか。一回寝るか。なんか、あ、ついつい作業効率ばっかり考えるから全部仮設住宅みたいになるんですけど、この子、アズレーンっていう、まあまあレベル最初、序盤に取れるパルなんですけど、こいつめちゃくちゃ優秀。こいつ。この人、こう水膜レベル3っていうの持ってて、で、それがあると、このパルジウムのかけらを石から作れるんですよね。パルジウムのかけらがあれば、まあ、モンスターボールが要はどんどん作れるから、でもこいつがやってくれてるけど、これはでかい。本当にでかい。あとこの小麦とかも作れるんで、このゲームようできてんねんなと思って、最初に捕まえれたモンスターたち、アズレーンとか、それからキャプペンとかで、やっぱこの拠点を回すにはすごく役立つパルなんですよね。だからすごく、もうこの話ええか、長いか、うん、行こう。このゲームの良さの一つとして、寂しくないっていうのがありますよね。こういう系ってやっぱりちょっと寂しくなるから、オープンカントリーとかすごいなんか孤独感あったけど、ゲームのシステムとか景色とかね、楽しみながらのんびりやってたけど、いやー、面白いよね。逆に面白いことは何も言えなくなりますけど、面白いですよ。ゲームね。あと作業効率さっき話したけど、ここでモンスター個別に育成もできるから、ほら作業速度ってあるんですよね。ここもアイテム使ったらさらに 30% アップとかやから、ほんまに倍以上に上げれる。まだちょっとそれに見合うようなモンスターがいないです。もうめちゃくちゃこいつ狙ってるんですけどね。ドリタス、すっごいいるでしょ、いっぱい、この中に。これが可愛くて、この光景が無駄がないんですよね。とことん遊べるっていう感じ。今回はずっと褒めてる。だいぶ間空いてると思うんですよ。相当2日間ぐらいもうぶっ通してこのゲームしてて。で、最初はやっぱりその、良くない話題のなり方というかね、ちょっとなんか、ブラックジョーク的な気持ちもあって、なんかまあ配信してみようかっていう、まあゲーム自体もやりたかったですけど、まあ半分ちょっとどうなんっていうのもあって始めたんですけど、もうやるほどに尊敬ですよね。もはやいろんなものを超えて、すごいと思う。ここまで面白いゲームはやっぱり何が何でも残してほしいし、もうどんどんなんか継続してほしいな。続編とかも出してほしいし、彼を捕まえるのが私の仕事。やばい、爆弾おる。いけるかな。
なんでこんなにいろんなモンスターたちのヘイトを買ったんやろ。おい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 、めっちゃクリアン。よし、オッケー、一匹捕まえた。特に能力なし。あ、おっとおっとおっと。結構今回いいやん。もうね、私一人でいいんですよ。一人で十分戦えるようになったから。ヘッドショットなの、しかも。ヘッドショットじゃないと50ぐらいしか効かないんで。これで、え、30% や。やばい。もう、このモンスターボール高いね。オッケー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 。すぐ骨折する。いい特徴ですね。これ乗れるようになってんな、村子も。ちょっとキリンみたいですね、モンスターハンターの。なんか、神々しいっていうの。こんなん好きやわ。こいつめっちゃ強いんですよ。しかもここで、だと、村子もって無双するんですけど、だからもう、本当は、こいつがいたら捕まえれないんで、あとやっぱこの、おじさんたちに朗報なのが、経験値の倍率変えれるんよ。設定で。一回帰ってきて。OK。来るぞ。リロード遅い。あー、やばいやばいやばい。痛っ。もう一発出とこうか。160%、十分でしょ。え、経験値の倍率設定、まあ、いくらでもできるんですけど、あんまりバランス壊しても嫌やから、最初10倍になってんのを2倍にしました。もっと何十倍とかもできるみたいやけど、ちょっと、その本人の経験値アップが遅すぎるんですよね。もとも、あ、もうおるやん、そこに。右上の、この目標、これやってあれやってみたいなやつは正直わからへん。第一金領区を訪れ、山神を捕獲しようって、もう多分何十時間も前から出てるんですけど、マップが広すぎて、それがどこかわからないんですよね。だからまあそのうちクリアすればいいやと思って、好きなことやってて、それでもどん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 話は進んでいくから、とか話が存在しないかもしれない、これ。そこがすごくいい。もう多分10分では語れないかもしれない。一発、もういける、もういけるやろ。やめて、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 もう一、もう一回待って。オッケー。どう、右下にしよう。おい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 。もうちょっと待って。腹減った。うわ、うわ。こっちできるかな。さすがに無理かな。多分。レアなね、レアなやつも持ってんねんけど、オッケー。あ、ということで帰ってきたんですが、さっき捕まえたのが4匹で、硬い皮膚、迅速、鉱山のチーフ、鉱山のチーフはいいんじゃなかったっけ？あ、プレイヤーの採掘効率アップか。いいのいないですね。これ掛け合わせるやつめちゃくちゃ毒々しいと思わん？で、あとこのロッカー可愛すぎん？これ、なんかこの世界観の中に突然このロッカーだけオシャレやったんですよね。それがすごい気に入ったんやけど、急にこの近未来のやつが出来上がったから。ここで、例えばこうずっと合わせていくと下のゲージが溜まっていって、こうレア度が上がっていくみたいなことらしいです。それが、僕は誰に説明をしてるんでしょうね。きっともうみんなやってる人たちやろうけど、面白いね。バルワールドって。すごいな。で、一人で遊べるし、これちょっともうほんま、なんやろう。まあ、できたら PS4 とか5とかで、まあ、スイッチでもやってほしいし、うん、もう、任天堂を超えてほしい。ということで、もうなんか、どんどん進めてしまっていますが、何分楽しいもので、一体何をどう動画にしたらいいのか、もうレベル29まで来たかな。でもまだまだね、先もあるし、これ、何がすごいって、こう要求がね、どんどん出てくるんですけど、この、拠点レベルアップに、武器ライン工場を作るとか、
上質な温泉を建築するとか、どんどんこう要求がこう近代的なものになっていくんですよ。それもまたそのタイミングもちょうどよくて面白いので、武器ラインって何やろうとか思わず気になってちょっと調べてやりたくなるところもまたいいという、いやー素晴らしいですね。ということでご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。